しっぽは鬼ごっこの一種である。しっぽ取りゲームとも呼ばれることがある。休み時間や放課後より体育の授業で行われることが多い。数人の鬼を決め、鬼以外は帽子やハンカチなどの柔らかい布を大ズボンと体の間に挟み、半分以上を外に出した状態で逃げ回り、鬼にこれを取られると退場となる。 制限時間内に全員が退場すると鬼側の勝ちとなり、逆に一人でも生き残ると鬼側の負けとなる。鬼をなくして全員で尻尾を取り合うように行うこともある。この場合、制限時間内に最も多くの尻尾を取ったものが勝ちとなる。この場合も尻尾を取られた者はその場で退場となる。尻尾を取られても退場とせず、尻尾を取ったらつけても良いとするものもある。 チーム戦として、2チーム以上に分けて行うこともある。基本的なルールは同じで、この場合は尻尾を取られた人が少ないチームが勝ちとなる。ゲームの特性上、尻に触れる機会が多かったり、尻尾を入れる際または、入れた時や尻尾を抜いた時に、下着が見えてしまうことなどがあるため、小学校高校学年以降はあまり行われなくなる、傾向にある。 フラッグフットボールの授業を行う場合などの導入段階としてこのゲームが用いられることがある。この場合端っこはフラッグを使う。ありがとうございます。